これに出ます <laughs> 何やこのメンツ。男れしかおらんやん。カミングスーン。いや、カミングスーンはだから、もっと豪華なゲストが出るってことやん。え、俺、あれやば、ちょ,ちょっとアウェーやば、たぶん。ちょっと待って、昼公演が開演。あ、まあでも13、あ。 決まってないってことは、もともとそこにした人が全員断った俺のせいで。え、なんかし、しょ、初心者とかさ、なんかさ、だって、いよりもえちゃんとか多分やってないやろ、ストローク。な,なんか、しょ、初心者周りでなんか、も、もうちょい。本当は。明らかに場所がおかしいやん、多分、4人断ってる。<laughs> え、でも、立花ひなわのオッケーやったやろ立花ひなわの俺オッケーやったら嬉しいねんけど。絶対断られるだから俺言ってん。ま、あちょっと本当に。 大丈夫ですかみたいな。場所の開き方が明らかにおかしい。普通は左揃いやもんな。なんでこな不自然に穴開いてんやろ。いや、あのね、ちなみにこれ、あの、あのね、多分配信とかないんちゃうかな。有料のイベントですね。いや、あの、実は言うと俺、これの前にもね、ちょ、ちょっとその、あるんで、ストロークの。いや、だからもう、あの、今日から、 マジで俺、それでファイターの練習します。<laughs> な、あかん、おもろい。この、この、この画像なんか、じわじわくる。カミングスの位置やっぱおかしい、明らか <laughs> そ,そもそも、今、現時点で出てるメンバーも、なんか、なんかな、なんていうの統一感がないというか。だってこのままだと、だって、そうやって現地で俺と言うよりもえちゃうの。<laughs> だけやで。ねえ。普通にデートしていいじゃん、俺。デートする俺、よりもえと。うん。なんか二人きりって、なんかこれって、なんかデートみたいですよね、みたいな。<laughs> 俺がもえちゃんにあの、教えてあげるわ。コーチングしてあげよう。ゆゆいたさんとか聞こえんのかな <laughs> 確かに入場の時には俺 <laughs> だから俺がひなののパネル持って、もえちゃんがカラメシちゃんのパネル持って。 しかも、く、その <laughs>、組み合わせ次第では、赤身カルビちゃん対立花ひなのずだったら <laughs> ど、どうなんの会場の人は何を見ればいいの <laughs> 配信、あるんちゃうかど,どうなんっと聞いてみるわ。これ絶対配信すべきですよね。配信した方がいいよね、これ。あ、前回オープンネックで配信してた。あ、そう、あ、じゃあ配信ありや、まあ、あるあるんかな。あ、前回もあったのこれ。 あ、有料チケで配信したいるの。あ、そうなんやろ。<laughs> 上の二つが本来、ホロライブ二人だったで出す。あ <laughs>、いや。別に、だってね、その、し、し、ししろボタンさんとかは CR で戦ったからね。いや、待って、俺で、マジな話別にないやろ、NG。まあ、てか、そ、そもそもそうやで。その <laughs>、例えば、NG 出て、俺が優先されるわけなくないそんなんあ、じゃあ、モコさんの方のオファーをちょっと、 キャンセルしますねってなるでしょう。俺の方が優先されることあるのいや、どうしてもモコはさんで、ね、みたいな。<laughs> 優先したらこうなったって、お前。無理やりねじ込もうとしたら、他の、他の人たち弾け飛んじゃってるやん。<笑>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  お前 n g したゃいや、<laughs> 俺、俺、あのさ、言っとくぞ、俺、暴露なんかせんから。俺、そこは本当にね、人一倍気使ってるつもり。思ってて言っちゃあかんこといっぱい知ってるよ、それはもちろん俺も。一切匂わせないよ、俺。いや、そのさ、楽屋とか控室であった面白,面白い出来事なんて、そんな配信者として話さなかったら失格。むしろ配信者としては失格かよ、そんな。